古虫動物とは絶滅した動物群の一つである。西北大学の所得官が2001年に新たな門として提唱したが、後に赤作動物であると判明し、その一夜門とされるようになった。古生代カンブリア期のスミエ動物群の地層から化石が発見されている。当時の海の中に生息していた遊泳性動物である。 フルムシ動物はオタマジャクシのような形をしている。オタマジャクシらしい胴体に当たる部分は、赤作動物に似た特徴を持っており、先端に口がある。尾のような後半部に当たる部分には、接触動物の大切らしい構造がある。赤作動物と接触動物は類縁関係が遠く、フルムシ動物はその両方らしい特徴を持っており、外見上は、 現在の動物には見られない特徴を持っているが、後半部の内部は、積作動物として、最も重要な共有形質である積作を持つ。シュ、DG、コンウェイ・モリス、S、ハン、J、チェン、L、チャン、XL、チャン、ZF、リュウ、HQ、Li、Y、リュウ、JN、プリミティブ・デュターストムズフロムザ・チェンチョン・ラガーシュタット。 ネイチャー 414AB ガルシア・ベイオード、ディエゴ・ C、D、マイケル・ SYH コム、グレゴリー・ D、ジャゴ、ジェームズ・ B ・ゲリング、ジェームズ・ G、パターソン、ジョン・ R、A ・ニュー・ビトゥーラ・コリアン・フロム、オーストラリア・アンド・イッツ・ベアリング・オン・ザ・コードイト、アフィナティス・オブ・アン・エニグマティック・キャンブリアン・グループ。BMC ・エボリューショナリー・バイオロジー14、214、ドイ、10.1186 s12862 から014の0214、z 千四1471から2148、https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1186スラッシュ s12862-014-0214-z ありがとうございます。